なんかお腹膨らんでますか、まだ。お腹全然膨まないですね。でも元気はある。元気はあるんです。されてます？呼び泣きっていうか、朝起きるときに開けてとか、なんかそういう感じで泣いたりはします。朝も開けるまで割とこうご飯待ちっていうか、これっていつ？今日の朝です。朝もご飯買えるのを待ってて、でもトイレやっぱこうやって踏ん張って。1個が大きい。5個が1個みたいな。5個分で1個。ご飯はすぐに。本当だ。すぐご飯ずっと食べてます。でも、お腹がちょっと見えるところは、あった。もうプルンってします。めっちゃ大きいね。そうなんです。ちょっとこれいいですか。はい。いいですか、撮影。はい、すぐ止まっちゃうかな。もう一回。お腹の様子ね、だいぶ大きいよね。はい、じゃあ見てください。そうすると揉んでる回数は A が3回、2回から3回、はい、で B は2日に1回で、 C は結局毎日2滴ずつ、2滴を1回みたいな感じで、夜寝るとき2滴で1回ね。これさ、そんな大きいんだったらさ、ご飯ちゃんと食べて元気でしょ、C をちょっと増やしましょう、2滴を2回でもいい、これをね、その場合あのさえずっててちゃんと元気じゃなきゃダメですからね、はい、そうすると当然お水はよく飲みますよ、これたくさん使えばね、めっちゃ大きいもんね、触っても痛がりますし、あと羽もすっごいみたいな、細かい羽がすっと見つって、今のお腹と、多分背中あれ腫瘍ですかね。なんか背中もちょっと膨らんでて、背中も膨らんでて、なんかこの腰のこれ、下の方、清掃あたり、ここら辺です。ここあの尾線ですね。あの尾線ってあの尾線、尻尾のブンブンしてるところね。本当。でもまあ頑張ってはくれてるので、反対に言うと。そうなの。あんなお腹大きいの、了解です。もうでもステロイドがさ、ちょっと多いからさ、ちょっと下げます。元気だからね。だから5ミリの、2分の1なの、5ミリの16分の7。ちょっと最後、今日出すやつね。B の薬ですね。5ミリの2分の1だったのを5ミリの16分の7に下げます、で、あとは一緒です。で、じゃあ C はあの、2滴で、あのお腹の膨らみがちょっと絞んだら1回でもいいんだけど、これで2回上げてください、ということね。ね、だってまだ若いのにね、この子も、3歳でしょ、今度の4月で4歳でしょ、5歳いってないんだもんね、でも反対に言うとよく頑張ってくれてると思いますけどね、あんな、で、朝一の温度って何度になってますか、この子だいたい32とか、湿度が50とか、今日は29の6時だった、ちょっと暖かくないと多分ね、また低体温になっちゃうからね、はい、じゃ あのそれで3本ね、3種類使わせてもらいますね、お願いします、じゃあちょっと時間をください、ありがとうございます、